はい、こんにちは。今日は2022年共通テスト追試の 2B 第4問を見ていきたいと思います。問題はこちらです。数列 AN、BN、CN がこのように全化式が与えられていて、SN、TN、UN っていうのはこのシグマしたものですよと。で、括弧1は AN と SN を N の式で表せ。括弧2は AN-BN を N の式で表せ。で、括弧3はここ四角の中には等号または不等号が入りますよ。まあ、大小を比べてくださいねと。で、括弧4は BN-CN は何とか。で、S4 イコール U4 が成り立つとき、C は何とか。C っていうのはこの値ですね。あとは S と U、これまた比べてくださいね、ということですね。まずは括弧1、N の式でこれ表していきましょう。AN の一般項を求めたいようですので、これは、解差数列ですね。AN プラス1引く AN っていうのがこれですので、解差数列ですよと。じゃ解差数列ですから、A1 足すシグマの K が1から N-1 までのこれですね。4K 足す2ですよと。これが解差数列。ただし N は2乗になりますね。解差数列です。で、H は今1ですから、ここ1になるよと。で、あとここを計算しましょうと。まあ、これは普通にシグマの公式使ってやっていくと、1から N-1 までの K ですから、2分の N、N-1 ですよと。で、プラスの、まず5ですね。2の N-1 ですよと。ということですね。これ計算しましょう。そこがこうなって、あとはこれ2の、N-1 でくくれば N たす1になるので計算すると 2N2乗-1 ですね。で、あとプラス1があるのでこれ計算すればこれが AN ですよと。ということで AN っていうのは 2N2乗-1 ですね。ただしこれ N が2乗ですので N が1の時を確認しましょう。N が1の時には1ですのでちゃんと1で成り立っているのでこれで N が1乗で成立しましたよということで、まずは AN のここの四角に入るのはこれですよと。で、続いて SN を出していきましょうか。SN は、これまたシグマすれば OK で、1から N までこれ足しますよってことですから、シグマの K が1から N までの 2K2乗-1 と、となりますね。これ計算すると、6分の N、あ、2倍ですね。ここ2があるので2があって、N プラス1、2N プラス1。これ公式使えばこうなるよと。で、ここマイナスの N ですね。で、これ計算すれば、ここ3分のになって、3分の N でくくれましょうか。そこを展開すると 2N2 プラスの 3N プラス1ですね。で、ここ3分のを出したのでマイナス3という形でこれ計算するとこうなると。で、ここはマイナス2になるので、でマイナス2ということでおしまいですね。これが SN ということで、まずは AN、SN 出すことができましたと。で、続いて括弧2なんですが、 AN-BN、 これはこの2つの全化式見比べてみるとここまでは全く一緒ですよね、形が。これだけがついてるだけですよと。ですので、上から下バッサリ引けば、AN-BN のこの式が出るよと。こっち側も AN プラス1引く BN プラス1ということで、上から下をバッサリ引きましょうか。そうすると、これ引くこれイコール、これ引くこれ。で、ここはバッサリ消えて、マイナスのこれですね。マイナス2倍の、マイナス1の N 乗と。こういう形になります。上から下引きましたと。そうすると、じゃあ、この式を求めたいわけですが、ここを、じゃあ、ラージ AN と置けば、ここ、ラージ AN プラス1っていう形ですよと。そうすると、これまた解差数列ですね。解差数列を解きましょう。AN イコール、A1 足すシグマの K が1から N-1 までのこれですね。でこれ、マイナスも中に入れちゃいましょうか。マイナスもう1個、これかけると、プラスになるよと。プラス1乗になって、こう、プラスになるですね。マイナスをこっち側にもう1個かけましたよと。そうすると、これがここに来ますよと。2括弧マイナス1の K プラス1乗ということですね。これで解差数列です。ただし N は2乗ですよと。で、これを解きましょう。まあ2はちょっと外に出しといて、ここの部分なんですが、これっていうのはどうなるかっていうと、プラスマイナスプラスマイナスってなってきますよね。K が1の時には2乗ですので1になるよと。最初 K が1の時はこれ1。K が2とすると3乗ですのでマイナス1ですね。K を3とすると4乗ですのでプラス1。K を4とすると5乗ですのでマイナス1ということで1マイナス1、1マイナス1ということでなってきますよ。それをずっと足しますよってことですのでこれ結局0になってきますね。ただし最後終わりが N が偶数か奇数かによってどこで終わるのかによって0になる場合もあれば1になる場合もあるしということで変わってきますよ。ですので N が偶数か奇数かで場合分けする必要があるよと。じゃあ N がまずじゃあ偶数の時にはどうなるかっていうとN 偶数とすると偶数引く1ですから奇数で終わるわけですね。奇数番目で終わるよと。じゃあ奇数番目で終わるってことはこういう形になるよと。奇
奇数番目で終わればここで終わりですから、ここまではこう消えて最後1が残りますよってことですので、この時には1が2になるよってことですね。ここの値で実際にはそれかける2ですから、これ2になるよってことになります。で n が奇数の時にはどうなるかっていうと、奇数引く1ですから偶数で終わる。偶数で終わるってことはここまでで終わるわけですから、プラス1マイナス1で消えていって0になるよってことですね。0かける2ですから0ですよと。ということで0か2になるわけですね、ここの値で。ちなみに a1 はっていうと、A1 引く B1 ですから、ここ1引く1で、ここ0ですので、ここ消えますよと。結局この値、つまり2か0になるよと。AN っていうのは2または0になるよと。で、N の式で表せってことですので、まあ、ここは選択肢になっていたんですけども、まあ、N の式で表すとどうなるかっていうと、この AN、まあ、つまりこれですね。AN 引く BN っていうのはどうなるかっていうと、2または0になるものにしたい。N が偶数の時に2ですから、1足すマイナス1の N 乗っていう形で書けば OK ですね。つまり n が偶数であればここ1になってプラス2、 n が奇数であればマイナス1になって0になるよということで、まあ、選択肢としてこれを選べば OK だったということですね。ということでまず括弧2まで求めることができました。続いて括弧3です。これ代償関係比べたいということで、まずは a と b を比べましょうと。今これ a と b の式出たので、これ差が偶数の時には2で奇数の時には0だったわけですね。でじゃあ今2021っていうのは n を奇数の時ですよと。じゃあ A2021-B2021 っていうのは奇数の時ですから0ですよね。これは0、つまりこれは等しいよと。ここは等号が入りますよと。でここはっていうと、今度 A2022 と -B2022 はこれ偶数ですから2になるよと。差が2ってことはこっちの大きいわけですね。ということでこっちの不等号ということになります。つまりこっち側はイコールで、こっち側はこっちの方が大きいよということでこうなります。で次 S と T を比べたいよと。S っていうのはこれ1から N まで、T の方も1から N まで足したものですね。じゃあこれシグマの1から N まで取れば、ここ SN、TN っていうのは出てくるよと。つまりこれシグマの K が1から N までの、これですね。AK-BK っていうのを取ってあげればいいなと。で、この式ですね。これシグマの K が1から N までの1足すマイナス1の K 乗ですね。こういう形になるよと。これ計算しましょう。そうするとここは、sn 引く tn ですね。ここ。イコール、ここは h を n 個足すわけですから n。で、こっち側なんですけども、プラスのシグマの k が1から n までのマイナス1の k 乗ですね。これがどうなるのかってことなんですが、k が1の時にはマイナス1、k が2の時にはプラス1。で、マイナス1、プラス1とかっていうふうになってくると。じゃあまた n が偶数か奇数かで場合分けが必要だなと。n が偶数であれば偶数で終わるわけですから、ちょうど0になりますね。n が奇数であれば、今度ここで終わるわけですから、マイナス1が残るよと。ということで、こんな風に場合分けができるなと。じゃあここの部分は0かマイナス1になるよということが分かったので、つまり0の時には n ですね。ということで、n が偶数の時には n は n。で、n が奇数の時には n マイナス1になるわけですね。ということで、こんな風になります。で、じゃあこう分かったので、あとは、2021の時には S2021-T2021 はっていうと、N は今奇数の時ですから N-1、つまり 2021-1 ですから2020ですね。こうなるよと。で、S2022-T2022 っていうのは、今度 N が偶数の時ですから N、つまり2022ですね。と。こうなるよ。まあ、いずれにせよ、これ、こっちの方が大きいわけですね。引いたら正になるわけですので、こっちの方が大きいよと。両方、こっちの方が大きいということになり、これ、不等号はこっち側ですよ、ということになります。これで、求めることができましたと。で、続いて、括弧4ですね。括弧4は、bn-cn ですよと。これは、これ、全化式、全く同じ式の形ですから、上から下バッサリ引けば、また bn-cn っていうのがここに出てくる。ですので、引くと bn 足す1引く cn 足す1っていうのが bn 引く cn になって、つまり番号1個下げられるよってことですから、順次下げていくと n を n-1 にして n-2 にしてってずっと下げていくと、最後は b1 引く c1 までたどり着くよと。で、 b1 っていうのは1で c1 が c ですから1引く c ですね。つまり bn 引く cn のっていうのは1引く c というふうになりますよと。ここには1引く c っていうのが入ります。で、S4 イコール U4 が成り立つときを考えますよと。この時 C はいくつですかと。S4 イコール U4 ですので、S と T の式はさっき作りましたよね。
S と T の式ができていて、あとは今これ、BN と CN の関係式が今手に入ったので、これですね。これでさっきと同じようにシグマを取ってあげれば、今度 TN と UN の関係式が手に入るよと。で、これでシグマを取ってあげると、これイコールこれですので、シグマを取ると、TN-UN ですね。TN-UN イコールになって、こっち側のシグマ。シグマの K が1から N の 1-C ですよ。で、これ N に関係ない式ですから、まあ、K が入ってないんで、これ N 倍ですね。これかける N になるよ。ということで、これかける N ですよ。と、こうなります。で、こうなっていて、で、S4 イコール U4 ですので、今、S と T の式、T と U の式が手に入ったよと。で、S4 イコール U4 ですので、N を4にしましょうか。N を4とすると、S4-T4 っていうのが N を4としているので、偶数ですから4ですよと。で、T4-U4 っていうのは、4とすると、4括弧 1-C ですよと。で、S4 イコール U4 ですから、ここが等しいよってことですね。そうすると、まずこれ足しましょうか。足すと t。これ今 t 関係ないので t を消したいので足すと、上から下足すとここが消えて s4-u4 が出てきて、これ足すと 8-4c ですね。これとこれ足すと 8-4c と。で、s4 と u4 がこれ等しいよってことですので、これが0になるってことですね。これが0になるために c は2ですね。ということで c が2決定しますよと。まあ、こんな形で、要するに s と t の式、t と u の式が出ているので、ここから t を消去して s と u の関係式を導いていくということですね。で、最後 s と u のこの関係式の代償関係を求めたいよと。また t を消去してやっていきましょうと。そうすると今、c は2だっていうことが分かったので、ここ2ですね。つまりマイナス1になるよと。マイナス n ですねと。ここはマイナス n ということが分かりました。これで2つちゃんと式が手に入ったので、ここから t を消去して s と u の関係を考えていきましょうと。そうすると、まず、じゃあこれとこれ足しましょうか。足すと tn がこれ消えますよね。sn-un っていうのが出るよと。これ足す、これでこれが出て、イコール。じゃあ偶数の時は、n が偶数の時には、こっち側ですから、これ足す、これで0ですね。で、n が奇数の時には、こっち側ですから、これ足す、これですので、n を引いてマイナス1になるよと。ということで、この値っていうのは0、こっち側はマイナス1と。こういうふうになります。これが sn-un ですね。こうなるよと。で、じゃあ今 s2021、u が s2021-u2021、n が今2021ですから、n 奇数ですよ。ということはこれマイナス1ですよと。奇数の時にはこれマイナス1ですから、結局マイナスってことはこっちの方が大きいわけですね。ですので、これは、こっちの方が大きいよと。あとは、2022の時には、S2022-U2022 っていうのは、N が偶数の時には0ですから、0。つまり、これ等しいよということで、まあ、こんな形で求めることができましたということですね。はい、今回は以上になります。ありがとうございました。